上岡鉄道株式会社は岐阜県及び富山県で旧国鉄特定地方交通線を引き継いだ鉄道路線上岡線を運営していた鉄道会社である。第三セクター方式で設立された第3セクター鉄道の一つだった。本社所在地は岐阜県飛騨市岡町大浅篠の目1327番地の2。地元では新鉄と呼ばれていた。 漢字は、神戸電鉄の略称と同じだが、読みが違う。鉄道事業以外に、自動車整備業なども手掛けていたほか、2006年3月までは、旅行業なども行っていた。上岡鉱山前駅近くにある、上岡鉱山からの硫酸の安定輸送のため、鉄道として存続した。そのため、上岡鉱山を経営する上岡工業の、 親会社である三井金属工業株式会社が株式の51%を保有する大株主だった。1966年10月6日に開業した上岡線は山岳地帯に建設された路線でトンネルが全体の約6割あるため開業当時の新聞報道では山奥の地下鉄と書かれた。以前は旅行者や岐阜県日騨市から富山県富山市への通勤。 通学者の交通手段として一定の地位を保っていたものの次第に路線バスや自家用車に押されて利用者が減少し2004年度には1日の平均利用者数が100人を下回っていた上岡鉱山からの硫酸輸送は貨物自動車輸送への切り替えにより2004年10月に終了し同鉄道の貨物営業は同年12月31日限りで休止した これにより、鉄道部門の収入の7割以上を占め、上岡鉄道の経営を支えてきた貨物輸送がなくなったことによる経営への影響が懸念されていた。結局、翌2005年6月29日の取締役会で、上岡線を2006年末限りで廃止する方針が決まり、2005年8月2日の臨時株主総会を経て、 同年11月国土交通省に鉄道事業廃止届が提出された。これにより2006年12月1日での上岡線廃止が公的にも承認された。この間、いくつか東に経営異常を申し入れる動きがあり、東京の旅行会社トラベルプランニングオフィスの代表である中岡月は上岡鉄道の経営権承継を求めて、 大株主の三井金属工業を相手、取株主代表訴訟を提起し、係争中であったが、結局裁判を取り下げた。その後2006年9月、日田市長が定例市議会で上岡鉄道廃止後に鉄路を不定期の観光鉄道として存続させる道を模索する意向を表明し、同行が注目された。しかし、 2008年2月に行われた東長選挙で、観光鉄道化に反対する候補に、現職市長が敗れ、復活は極めて困難な見通しとなった。詳細は、上岡鉄道上岡線廃線後の軌道についてを、参照2007年1月16日放送のテレビ、東京、日経スペシャルガイアの夜明けで、赤字ローカル線の話題が取り上げられ、上岡鉄道最後の定期利用客が取材された。 廃止時、定期券を所持していた人物は、富山市の高等学校に通う高校生一人だけで、あった。なお、上岡線の廃止の際に、路線バス路線への転換は行われなかった。KMDD13 型熊戸重軽貨物、列車牽引用に、ディーゼル機関車を所有していた。高田がトンネルが、全体の6割程度なのに、地下鉄とは、大げさに感ずるかもしれない。 それに、上岡線には、鉄橋もあったなど、必ずしも地下を走っていたわけでもない。ただ、上岡線の開業が1966年であったことに注意してほしい。例えば、三海道が2004年2月23日に発行した、鉄道施設がわかる本の155ページで、坂本守は土木技術の進歩によって、容易にトンネル掘削ができるようになり、 あえて山を迂回して線路を引き回す必要がなくなったと見る方が正しいでしょう。と述べている。つまり、従前の日本の山間部の鉄道路線は、なるべくトンネルを作らずに究極線を多数作りながら地上を走っていたのに対して、この上岡線は線形を優先させて山にトンネルを掘って地下を通した。だから山奥の地下鉄なのである。 上岡線開業当初は 20.3km であった。坂本守、鉄道施設がわかる本 P1523 街道2004年2月23日、発行 ISBN4 から 381104951AB、鉄道記録帳2002年12月、レールファン第50巻、第2号、鉄道ともの会、2003年3月1日、25ページ。 ありがとうございます。